モンスターの出現が止まった。終わったようだね。ベル君たちに守られて見ているだけだったけど、ヒヤヒヤしたよ。あの奇怪なモンスターもそうですが、この地はやはり何かおかしい気がします。世界は広いということだろう。ダンジョン以外にもおかしな土地の一つや二つあっても不思議ではない。三大秘境がいい例だ。ま、そのうちの一つはダンジョンだが。ただ、それをギルドですら一切認知していないというのは下せない話ではあるな。ギルドでございますか？ギルドは、というよりオラリオは世界の中心だ。他国の情勢も集まりやすい。それこそ屈強な冒険者に依頼を出すためだ。にもかかわらず、俺がベルテーンについて調べてもほぼ情報がないに等しかった。依頼の痕跡はあったんだが。この国の人たちが他の国と交流を持たなかったからとか。それもありえるが、未確認のモンスターが出てきている。まずオラリオを頼るのが普通だろう。なぜ状況が放置されている？わからないことが多すぎる。もっとこの国の情報を集めた方が良さそうだ。しかし、ベーラファミリアは国家系の派閥です。手当たり次第というわけにはいかないでしょう。みんな知り合いみたいなものって言ってたし、逆に僕たちの存在が明るみになるか。どうしたら。いや、一人いるぞ。謎を尋ねるのにうってつけの存在が。誰のことだい？神ベーラ。ファミリアの主神様じゃないですか。いくらなんでも無茶じゃ。いや、確かにあのベーラならいけるかも。そういえばオラリオでもそうでした。ベーラ様の言葉がなければ生贄のことも分かりませんでしたし。正直者の名は伊達じゃない。ベーラは聞けば必ず答えるはずだ。ただどうやって接触するかが問題だけど。いるとしたらホームであろう。そこらを歩き回ってるわけはないだろうしな。他の団員に見つからないようホームに侵入し、主神と接触、あわよくば外に連れ出すですか。無茶だね。他の方法を考えた方がいい。しかし敵の主神を抑えるのが最も手っ取り早いのも確かだ。ちぐさ。はい。ベーラの接触、そして誘拐、いけるか？お待ちください、竹見和知様。なぜちぐさ様に？ちぐさには巫女たちと同じように忍びの技を教えてある。この状況ならばその技が生きるはずだ。ですが危険すぎます。ちぐさ様お一人など。竹見和知様、行かせてください。私がお役目を果たしてみせます。ちぐさ様。春姫ちゃん、私嬉しいんだ。私はクラネルさんたちみたいにレベルも高くないし、春姫ちゃんみたいな魔法も使えない。でも私も力になりたいの。巫女やクラネルさんみたいに大切な友達を助けるために。ちぐさちゃん。大丈夫、春姫ちゃん、無茶はしないから。それでいい、ちぐさ。お前は巫女でもベルでもない。え？桜花たちの中でもお前は弓に秀でる。それは集中力が優れるからだ。お前の歴史とした武器だ。
隠密にはその集中力が必要とされる。耳を澄ませ、目を凝らし、常に警戒しろ。判断は早く、謝るな。別段、ベーラを連れ出せなくても構わん。少しでも情報が手に入ればそれでいい。何か異変を感じたらすぐに離脱しろ。わかったな。はい。ふむ、とりあえずの動きは決まったか。ならば、少し手前も勝手をさせてもらって構わんか。え、どこに行く気だい？九段のモンスターだ。違和感のあった地帯、あの辺りを調べてみたい。もしモンスターどもに影響を与える元凶があるのなら、先に知っておいて損はなかろう。ダンジョンなら、きな臭い場所には近づくなが鉄則なんだが、この状況じゃ知らないでいることの方が枷になるか。バレン・ナギガシ君のように、君もありえないくらい強いことはもう知ってるけど、本当に一人で行くつもりかい？なあ、手前一人ならば自由に動けるしな。ま、もし手前が帰ってこなかったら、主神様にはよろしく伝えておいてくれ。やめておくれよ。僕がヘパイストスにどんな顔をすればいいかわからない。ならば無事戻ってくるよう祈っておいてくれ。神に言うのもなんだがな。決まりだな。頼んだぞ、二人とも。ちぐさちゃん、頑張って。うん、行ってくるね。ご分をどうか油断なさらないよ。ああ、ルースは任せたぞ。その方向、ここでついえると知れ。雑魚が人々の笑顔のために。もうやわい連中は出てこないか。下手な冒険者ならばただの餌になるな、これは。まがまがしい吐き気を催す。何より空気が悪い。奥へ進めば進むほど。やはり何もないとは考えづらいか。やれやれ、こういった未知の調査はフィンたちのなりわいなのだが。ん？来るか。でかい、臭い、汚い、この後に及んで大型か。えい、さすがの手前でも切りたくないぞ。来ましたね。追い詰めるにゃん。せやっ。やったが、違和感が確信に変わったな。切った感触は不定形のモンスタースライムのそれに近いが、奴らには魔石が存在しない。魔石が豆のように小さいとかそういう次元ではなく、ない。今切った大型も他の増氷どもも、これは思った以上にとんでもないものが眠っているのやも。
どれだけ出てくるのだ。もしや無限に湧くのか。ここはダンジョンではないのだがな。やれやれ。いいだろう。切って切って切って、すべて切った後に何が残るか見極めてやる。